はい、こんにちは。やっていきましょう。4の互角のエネルギーということでお話をやっていきますが、原子力発電とかでさ、核反応によるエネルギー放出で発電しているっていうのはみんな知ってると思うんだけど、なんでなんでしょうねっていう話をやっていきます。核反応によってどうやってエネルギーがポーンで出ていくかっていう話をやっていきますね。はい、例えば、まあ、ここに書いてある通りですが、ヘリウム原子があります。この赤いやつが陽子ね。赤いやつが陽子で、この黄色いやつが中性子と。ね。こいつのね、ヘリウム原子核の質量が m キロ。m キロです。要は中性子と陽子がこうやってね、団子になって集まっている状態の時の質量を m キロとします。いい、まあ、キロっていうほど重たくはないけど、で、陽子の質量 mp キロ、中性子の質量を mn キロとすると、ちゃんとね、この原子核をちょっとばらした、ちょっとポッとばらしたすると、まあ、陽子が2個と中性子が2個出てくるわけだね。陽子が出てきます。で、陽子が2つ出てきた。陽子が2つ出てきた。で、中性子も2つ出てきた。ね。中性子も2つ出てきた。いいね。問題です。こいつが MP。MP キログラムのものが2個だから、まあそうだね、2としようか。2MP。で、MN の質量を持った中性子が2つあるから、2MN キログラムとしましょうか。質問いくよ。M と P、MP と MN の関係式を書いてる。そりゃさ、だってさ、誰だってこう思うじゃん。全体で M なんでしょ。全体でラージ M なんだね。で、分けて 2MP と 2MN なんだでしょ。なのさ、これに決まってるじゃないですかって思うじゃん。けどね、本当は違う。実はよーく調べたらこうなってるんですよ。バラした方が重いんだって。バラした方が重くてまとまったやつの方が軽いんだって。よいしょ。まあ天秤に乗っけるんであれば、うん、まあこういう感じかな。ピーピーるんであればこんな感じ、ね、軽いと上に行くでしょ、重いと下に行くじゃない。天秤乗せるとこういう感じですよ。なんでこうなんだろう ね。とりあえず、まあ、まとめてみようよということで、こっち行きます。核内、原子核内の陽子の数を Z 個、この赤いやつが赤いのが Z と。で、質量数が A でしょ。要は、赤と黄色、陽子と中性子の数を合わせて A 個ありましたと。すると、核内の中性子の数っていうのはいくらでしょう。これ A 引く Z だよな。A 引く Z。これが中性子の数です。で、質量差をデルタ M とすると、こう書こうか。
陽子の数が Z なので質量は Z FPkg ね。で、中性子の数が A-Z なので、これはどこに書こうかな、こちらで A-Z と A-Z の MN キログラムと、しましょうか。ね、すると質量差は、原子核の質量をラージ M とするとばらした方の方が重いんだから、こんな感じ。等号で表すと、まあ、こんな感じかな。間違った。よいしょ。これはスモール、ラージ M の方が小さいので、Z と M、B、プラス A 引く Z の M、N と。まあ、こういう感じになる。ね。で、こっちの方が小さいんだから、これを、まあ、こうやって持ってくるんです。すると質量差は、まあ、こうやって表せるんですね。こういう実験結果から、まあ、こういう式が分かった。まあ、こういうのなるのは分かったんだけど、じゃあなんでこういうアンバランスな関係になっていくの、それを、証明というか、考えたについて考えて、こうなんじゃねえかと、言った人がいます。それがみんな大好きアインシュタインさんですよ。アインシュタインさんはこんなことを言いました。質量とエネルギーって同じ天秤に乗せていいんじゃね、要は足し算ができるって言ったんですよ。エネルギーと質量っていうのは足し算の関係にあると。何言ってるんでしょうね、この人。ちょっと言ってみますね。質量とエネルギーの等価性、これは原子核に与えることで、光子っていうのは中性子と陽子のことね。光子は原子核にエネルギーをブワッと当たることでバラバラになったんでしょう。ということはバラバラの方が高エネルギーで、まとまった時が低エネルギーだって言ったんですよ。低エネルギーのものにでエネルギーをバッと当てると、エネルギーをバーって当てるとシーンってバラバラになっていくと。はい、よ、足し算でやってみるんだよ、ね、数式でやってみるとこういうことですよ。まとまったやつが mkg だな。mkg に、外部から E ジュールのエネルギーが加わったので、まあ、こういう感じですか。ね、そうなると、
こうなるというね。でもさ、じゃあこれ計算してみ。できねえよな。リンゴが、ね、M 個ありますと、ね、人間が3人いますと、合わせて絶対ない、ね、数字だけやるとさ、リンゴ4個で人間が3人、数字だけさ足し算するとこれは7ですよ。だけど単位がおかしくないか。だってリンゴこれでしょ、人ね、単位ないんですよ、ね、ちょっとよくわかんないですね。ということでアインシュタインはどういうこと言ったかというと、みんなこの話知ってんのか。t イコール mc2 乗という、公式を使うとこうなります。いい、質量に高速の2乗をかけるとこいつが持っているエネルギーになります、ね、それがね、どこなんですかね。アインシュタインさんの特殊相対性理論なんですよ。とりあえずね、これは、質量 M の、物質には MC2 乗分のエネルギーをもうあらかじめ持っているという、考え方。すると、ラージ M C 2乗、単位はジュールになります。足す、外部から E ジュール加えられて、こいつが2 MP 足す MN の C の2乗、高速の2乗。10となります。OK。斜めるだね。これがエネルギーと、質量とエネルギーの等価性の話。なんですよ。原子核、ラージ M 級でしょ。こいつには、ラージ M C 二乗ジュールのエネルギーを持っている、ね、でこいつが外から E 加わることで、うん、かけるになる。2括弧 MP 足す MN C 二乗ジュールになっていく。逆もあるでしょ、ね、こうすることでこうなるってこともあるね。それがこの E 分が質量結束に関係する、ね、OK、はい、っていうのを踏まえて、これが質量とエネルギーの等価性の話でした、ね。質量とエネルギーっていうのは足し算ができますと、ね。そういう話でした。次は、各分裂反応とか各融合反応でのこのエネルギーの振る舞いについてのお話をしていきます。